彼はリミッターが外れていた。どんなに努力を重ねても生物の成長には制限が設けられている。強力すぎる力は持ち主に負担がかかり不具合を生じさせる。あるいは品性を失った怪人のように暴走を起こすこともある。だから個々の生物は生存目的や理性を失わない範囲内でしか成長できないように神に設計されている。それがリミッターだ。だが彼は違った。平凡な出生、平凡な生活、何の素質も持たないただの一般人。それが努力のみで限界の扉をこじ開け、リミッターを破壊した。最強対最強。アニメ「ワンパンマン」第3期制作進行中。